ボイチェフ・シュチェスニーは、ポーランド・マゾフシ県ワルシャワ出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポーランド代表。ポジションはゴールキーパー。レギア・ワルシャワのユース出身。2006年にアーセナル移籍。同チームの下部組織で経験を積んだ後、2008から09シーズンからリザーブチームに昇格。リーグ最終戦となる5月24日の、 ストークシティ FC 戦ではトップチームのベンチ入りメンバーに入った。翌2009から10シーズンはブレントフォード FC にレンタル移籍し、政治家として28試合に出場。アーセナル復帰後の2010から11シーズンは序盤こそ控えに甘んじていたが、ウカシュ・ファビアンスキとマヌエル・アルムニアの負傷もあって、第17節のマンチェスター・ユナイテッド戦で、 プレミアリーグデビューを果たした。シーズン途中から出場機会を得ると安定したパフォーマンスを披露した。アーセン・ベンゲル監督から政治意見を任せられる器という評価を与えられた。2011から12シーズンは初の開幕スタメンを獲得。アルモニアが対談した2012から13より背番号1番を継承した。2014から15シーズン。 プレミアリーグ第20節サウサンプトン FC 戦に敗れた後、控え室のシャワールームにて喫煙したことが問題視され、2万ポンドの罰金を科された。以来、ダビド・オスピナにリーグ戦での出場機会を奪われてしまった。2015から16シーズン、チェルシー FC よりペトルチェフが加入したことによる出場機会確保のため、エースローマ1年間の期限付き移籍をした。 2016から17シーズンも、ローマでのプレーを発表し、再びレンタル移籍した。また、完全移籍の義務条項も取り付けられており、移籍金は1340万ポンドとされる。2017年7月、ユベントス FC への移籍が決定。2018年7月、対談したジャンル一部本の背番号である一番を2018から19シーズンから着用することになった。 2019から20シーズン、チームのリーグ優勝に貢献し、リーグの年間最優秀人形賞を受賞した。2009年に就任した、フランツシェクスムダ監督のウイとなる11月14日のルーマニアとの親善試合で、ポーランドへ代表初招集。11月18日のカナダ戦で代表デビューを飾る。2011年2月9日のノルウェーとの親善試合では、 フル出場を果たした2018年6月19日現在、ありがとうございます。